はい、皆さんこんにちは。今年はまあアップル製品以外でもね、まあいろいろ購入して試してね、レビューしてきましたけども、ただまあ基本的にはね、アップル製品の周辺機器が中心になっていると思います。それでは今日これらはですね、比較的使用頻度の高いものを中心にまあ詰めてみたんですけども、今日はね、その中から買ってよかったものベスト5をね、決めていきたいと思っております。はい、それでは、こちらね、ざっとおさらいしますと、まあ私この iPhone ケースについてはね、まあ、この純正以外もね、結構好きなんで、まあ結構ね、ここ以外にもね、たくさんあるんですけど、まあこのピタカのアラミド繊維のとか木製のやつとかね、あとはこちらはスティールってやつですね。で、これはトゾってとこのサイウス再計量。まあこの辺をね、純正と合わせて使ってる感じですよね。であとはね、意外とやっぱ多いのが、いろいろ試したチー充電、ワイヤレス充電器ですよね。で、こちらはまあこのラブパワーとか、あとはベルキンなんかを中心に、あとはね、このイケアで買ってきたランプ付きのやつなんかはね、結構使ってまして、まあかなりね、活躍してますよね。で、あとはね、これは AirPods の、まあ、充電台ですけどもね、これ純正のケーブルと合わせて使うやつ。で、あとはこちら、このアップルウォッチの充電台。これもね、あの、純正の充電器をはめ込んで使うやつ。で、これはアップルペンシルの充電台ですよね。はい、それでこちらは、ニュアンスってとこのね、コロニーというこの充電台みたいなのがね、まあ、これ毎日ね、非常に重宝して使っているやつですね、これね。で、その他はね、こちら、モバイルバッテリー関係は、まあアンカーのね、普通のやつなんかも使ってましたけども、まあここへ来てね、このトロンスマートのこのライトニングがね、ついたやつ。まあこれをね、結構持ち歩いて使っていることが多いですよね。で、まあこれ1万 mAh 入ってますから、結構ね、容量も多いんですよね。これ、充電器関係はね、USB Type-C の内蔵されたものが、まあやっぱりね、この高速充電なんかでは活躍している感じ。それとこれ iPad Pro のケースですけども、まあこれはね、デニム製の、まあ、日本のブランドのやつで、まあ、ざっとねこんな感じになっております。はい、それではね、ベスト5を発表したいと思います。まずは5位ですね。で、5位はね、結構地味ながらこちらにさせていただきました、エレコムの USB-C ケーブル 0.5m のやつですね。で、まあこんなパッケージに、ね、入ってるんですけども、まあこれね、一応日本の会社なんで、まあ、ちょっとね、安心して使えるということで、この MacBook Pro の充電を中心に使わせてもらってます。ここのね、USB-C からの充電に使うわけですよね。で、まあこれの最大の特徴は、まあ、これね、柔らかくてね、コンパクトってことなんですよね。やはりね、50センチしかないですから、持ち歩くのにね、非常にこのコンパクトでいいんですよね。で、まあ、こういったあのベルクロの、まあ、結束するバンドなんかをつければですね、まあ、こんな感じでできるだけね、ちっちゃい丸にして、まあ、このようにね、ぐるぐるっと巻きつけて、で、小さくね、持ち歩けるわけですよね。で、やっぱりね、これで、まあ、MacBook Pro 持っていくときにね、いつも持ってってるんですが、まあ、これ何がね、いいって、そのコンパクトさ以外ではね、まあ、ちゃんとこの MacBook Pro 2016年充電対応って書いてあるんですよね。だからまあこの割と海線山線の多いね、このケーブル類ですが、まあ、そのあたり安心して使えるというところがポイントです。で、このパワーデリバリーの高速充電にも対応しているとね、ちゃんと歌ってるわけですよね。で、まあこれ一応日本の会社なんでね、これ説明ちゃんと書いてますから、正規認定品ということでね、まあこれ MacBook Pro を傷めることがないのかなというのが基準でこれを、ね、選んでいますよね。まあそれで、まあこの充電器はね、まあ持ち歩く場合と持ち歩かない場合ありますけども、まあこの、まあ、アンカーなんかのね、こういった USB-C の充電器、まあ、このあたりを一緒に使っていることが多いですよね。
まあ、取引先なんかにはもう据え付けちゃってるものもあるんで、ケーブルだけ持ってったりしています。でもこのね、純正のこの付属のやつはね、これ2メーターとかあるんで、まあ、正直言ってね、こんなかさばるものを持ち歩く気にはならないじゃないですか。なんでね、やっぱりこのエレコムのね、まあ、ちっちゃくて柔らかいもの、これ非常に重宝しておりますんで、5位に入れさせてもらいました。でお次4位ですね。でこちらも日本の会社のですね、じゃーん、これね、エボルデというところの、まあ、この小島デニムっていうね、岡山のデニムを使った iPad ケースなんですね。でこれはね、まあ、このもちろんですが、この iPad を入れて使っています。で家ではね、このハードタイプのね、アンドメッシュの背面ケース使ってること多いんですが、まあ、これ外にね持ち出すときは、だいたいこの背面はもうね裸にしちゃいまして、まあ、それでねこのデニムのね iPad ケースに入れていってるわけですよね。まあ、ざっとねこんな感じでスマートカバーねつけた状態です。これ台になるんでね、でこうやって入れて、しっかりねパッドが入ってるんで、まあ、この状態でねバッグに入れるとね、まあ、しっかり守ってくれますよね。多分これ安心してね持って歩けるということで、まあ、いつもねこれですよ。でアップルペンシルもね、まあ、このポケットがね外側にあるんで、まあ、この辺に入れておけばね、まあ、まず落ちることもありませんし、でまあ簡単な打ち合わせに行くときなんかに、まあ、この状態で、まあ、さらにねここに、まあ、あのもらった書類入れたりもできるんで、まあ、これ非常に重宝していますよね。でバッグに入れてもね、これ縦向きに入れとくと出し入れがしやすいというのもポイントです。でこれこだわりのね日本の会社ってところで結構気に入っています。で次は3位ですね。でこちら3位、ラブパワーのチワイヤレスチャージャーですね。まあ、これはね、最初にねチーを使い始めた時はアンカーのね平置きタイプを使ってたんですが、どうもねこの充電時間が長かったりしたんですよね。まあ、それで2つ目に、まあ、購入したのがこのスタンド型のねラブパワーの充電器だったんですね。でまあおそらくスタンド型がいいだろうと思ったのは、まあ、このやっぱりねコンパクトに置けるってことですよね。でこのように、まあ、縦にね iPhone を置けるんで、まあ、やっぱりね場所を取らないんですよね。そう、この丸だけですからね。で平置きだとこうやって iPhone フルで、まあ、プラスアルファのね充電器の分で面積を取ってかさばってしまいますけども、まあ、こうやって置けばもう全然コンパクトにね置けるわけですよね。だからまあこの机周りではね非常に活躍するタイプの充電器で、なおかつね 5W の中では、まあ、一番ねこう充電速度が速かったんで、まあ、非常にね評価を高くしていました。でこうやってキーボード周りで、まあ、こうねフェイス ID の解除も非常にスムーズとなっています。そして2位ですね。2位はこちら、まあ、再三ご紹介しているピタカのねアラミド繊維の iPhone X ケースでございますね。でこれはね本当にねアラミド繊維ってものすごい真空成形でね硬くて、まあ、丈夫なんですけども、まあ、とにかくね軽くて薄いっていうのもポイントで、この純正のねシリコンなんかも非常に使ってはいますけども、やっぱりどうしても一回り大きくなるわけですよね。それでまあこちら、まあ、シリコンではなくて、まあ、このアラミド繊維のねピタカをつけると、特にね iPhone X なんかですと、まあ、このベゼルがね極端に細いってところがまあ売りじゃないですか。でそのね見え方をね損なわずにね、この非常にスリムな感じでサイズ感そのままでね使えるわけですよね。ただやっぱりねピタカのこのアラミド繊維のはね本当によくできたケースだと思います。なのでね結構ね自信を持っておすすめできるケースなんじゃないでしょうか。はい、それでは栄えあるね1位の発表に行きたいと思います。こちら、じゃーん、これもね日本のブランドのニュアンスというねところのコロニーという名前のマルチ充電トレイなんですよね。これはね中にね自分の用意した充電器をねこの入れるタイプなんですけども、
まあ、それでこれ例えばこれ iPhone とかね、まあ、そのあたりをまあ中心に、あとはまあ薄型であればモバイルバッテリーもこうやって置けるんですよね。あとはまあこれ iPhone もう1台置いちゃいますけども、で iPad もね置けるんですね。まあ、このようにね幅の広いものを対応しているということでね、まあ、こういう感じでね、まあ、この机周りがね非常にすっきりとねした感じで充電ができまして、でこれね普段中にねこう充電器から通してきたケーブル類をねしまっておけるんですけども、まあ、これ必要な時ねこうやって出して、まあ、充電をすればいいと、まあ、そんな感じに、ね、なってるんですよね。だからまあこのコードだらけだった机周りが、まあ、非常にすっきりするという、まあ、これ充電中でもまあこの程度で済むという感じで、でまあ日本の会社ってところとね、あとはこのなんか未来感のあるアンティークみたいなね、まあ、そんな感じのね加工がとてもね気に入ってますよね。なんでねこれ栄えある1位というね感じで、まあ、本当にこれ買ってよかったなと思います。はい、それでね最後にね特別賞としてこれもね買ってよかったなっていうものがありまして、でこれはね新製品とかじゃないんですが、視聴者の方々にご紹介いただいたねコンプライのイヤホンチップなんですね。でこれはねBeats X をね購入した時に、まあ、付属のイヤチップがね非常にいまいちでね、このタッチノイズって言ってガサガサ音がひどかったんですよね。でそれを言っていたらコンプライつければ多分解消しますよってことでねご紹介いただいたのがこれだったんですよね。で今ねこれつけてますけども、まあ、こういう低反発のスポンジなんですよね。でこうやってぐるぐるやってちっちゃくして耳にね入れるとこう膨らんでくるんですよ。でそれでねこのしっかりしたねフィット感もあるってことで、まあ、非常にねこの音質もね向上しまして良かったんですよね。でまあこれ非常に満足していて、Beats X にはねこの T500 ってやつは合わせて使ってみたんですけども、まあこれやっぱりねもうこちらの方はね私それまで恥ずかしながらね知らなかったんですけど、まあ、この Beats X をね最大限に力を発揮してくれるということで、まあすごい満足している製品ですよね。まあ、これ定番中の定番ということのようでですね、まあ、知らなかった自分がちょっと恥ずかしくなったんですが、まあ、これ満足感がね高かったんで今回ね特別賞ということにさせていただきました。以上ですね、まあ、こんな感じで、まあ、5点プラスアルファ選んでみましたけどもね、やっぱりねこの周辺機器あってのアップル製品だと思うんで、まあ、来年もねまたアップルの製品をね引き立てる、まあ、素晴らしい周辺機器を、まあ、こうね探していきたいと思っております。今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。